それではただいまから、原発新規制基準パブコメ対応に関する院内集会と政府交渉を開催します。これは原子力規制を監視する市民の会主催です。で、皆さんご存知の通り、今、原子力規制委員会が、猛ダッシュでですね、原発の新規制基準を、策定中です。もう最後の段階ですね。で、これに関してはですね、当初安全基準と呼んでいました。で、この安全基準と呼んでいたものが、田中俊一委員長が、これは規制基準を満たしていても安全ではありませんねということで、途中から規制基準という名前を変えました。これ結構重要なことだと思うんです。で、一方ですね、皆さんご存知のように安倍新政権はですね、もう新じゃないか、安倍政権はですね、安全だと確認された原発から再稼働していくというふうに言っています。で、ちょっと理論の飛躍がございまして、この安全と確認された原発イコール、規制基準、新しく作られた規制基準をクリアしている原発というふうにどうやら考えているらしいんですが、田中俊一委員長自ら規制基準は安全ではありませんと言っているのは知られていません。もっと田中俊一さんははっきりですね、繰り返し繰り返し言ってほしいものですね。で、私たち自身もですね、この現在策定中の新規制基準には、これはちっとも安全ではないというふうに考えています。それでですね、私たちこう監視する市民の会として、この骨子案のパブコメ以来ですね、かなり何度も何度も要請をしたり、策定プロセスについても要請を重ねてきました。で、今残念ながら策定プロセスは止まらず、最終段階に差し掛かっています。で、2月の段階でこの新規制基準の、骨子に関するパブコメが3週間行われました。で、その時に、市民側としてはその内容に関する、コメント以前にですね、福島原発事故の検証が済んでいないじゃないか、あるいはですね、このパブコメ新規制基準について国民の大多数が知らないじゃないか、もっと各地で とりわけ原発の立地あるいは周辺の、住民に対する説明会をすべきだ、あるいはですね、検討プロセスが一部の、原子力の関係者のみで、JAEA の方々が多いわけなんですが、のみでその、検討が進められている、批判的な専門家は全て指名出されてしまっているじゃないか、でもっとこう市民の声をきちんと聞く、プロセスを踏むべきだ、で、あるいはですね、これまともに作ろうと、規制基準をまともに作ろうと思ったら本当に5年ぐらいかかるような話だということは、実は更田委員も言ってるような話なんですね。 ですからこんなに急ぐのはなぜだと、もっときちんと、プロセスを踏んで十分な検討を尽くすべきだ、そんなようなプロセスに関するコメントを言ってきました。で、残念ながら、それらについては反映されていないんですが、先日、5月8日が締め切りだったと思うんですが、今度はその新規制基準の法令の条文というものがパブコメに書かれました。3000ページを超えるようなものすごく膨大な資料が一気に、ホームページ上に出まして、で、それでもしつこくしつこくですね、市民の会では、特にアドバイス、今日もお話しいただくですね、プラント技術者専門家の方々の、ご意見を、聞きながらですね、コメントを出しました。で、今日はそんな、状況を踏まえて、じゃあ今この新規制基準のパブコメはどうなの、これが最後のチャンスだと思います。この規制基準に関してものも最後のチャンスだと思います。で、パブコメの状況は一体どうなっているのか、最初に前半の集会でですね、3時までということを予定していますが、前半の集会で、情報問題点を共有しまして、で、後半、3時から規制庁の方々が来ます。で、規制庁の方々に対して事前に質問を出していますので、その質問を踏まえてですね、交渉するような時間を設けたいと思います。で、皆さんのお手元にたくさんの資料が配られていますが、一番上に新規制基準および検討の在り方についての要請書、これが今日の論点のまとめになっておりますので、ざざざっとご覧いただければと思います。
で上から2番目の資料が質問事項資料付きということで、規制庁に出している質問事項です。で3番目の資料がこれはその大飯原発の評価会合結果を受けた抗議声明になっています。で皆さんご存知の通りこの大飯原発に関しては規制基準ができる前からですね、まだできていない規制基準を、大飯原発に適用するというようなちょっと不思議な評価会合が行われています。大飯産業法については本当だったら止めて規制基準ができるのを待って審査をするのが筋だと私たちは思っているんですが、今動かしたまままだできていない規制基準を当てはめたらどうなるかというような評価が行われているんですが、それについてはですね、いろいろ問題が生じている、基準の地震度が決められずにですね、3年度の評価というものがうやむやにされたまま評価が進んでしまっているということに対する、抗議です。でその次の資料が、今日発表していただくアドバイザリーグループの方々の発表資料になっています。はい、でそれでは早速ですが、現在の、新規制基準の問題点、それから大飯原発評価会合について、福島老朽原発を考える会の坂上武さんにお話しいただきます。お願いします。皆さんこんにちは。福島老朽原発を考える会でですね、原子力規制監視する市民の会の坂上です。それでは私の方からちょっと市民の会から全体的なお話ということで、要請書をですね、ここに大体今日、言いたいことがまとまってますので、ちょっとこれのご紹介とあとちょっと大飯原発の件とそれから、多重事故の問題ですね、ちょっと今日主要な論点になるところで、やや詳しくですねご説明を、したいと思います。でまず、1ページ目ですね、1番の項目で大飯原発の評価作業を中止し3、4号機の運転停止を求めてくださいという項目を、追加しました。この大飯原発の特に地震等の評価については関西電力はその、3つある断層のうち2つの連動で十分だというのに対して、規制庁規制委員会の側は3つの連動させなさいと。でこの間比較的その規制庁規制委員会の側が3連動についてちゃんと評価するように、これを基本に据えて基準地震動とするようにという非常に強い、調子で、言っていてですね、報道でもどちらかというと規制庁が非常に厳しい要求をしているというような形で書かれていると思うんですけども、昨日おとといぐらいですね、おとといですね、評価会合でもう一転ですね、する動きになっています。というのは形式上やっぱりまだ規制庁の側は3連動の評価をですね基準地震動として設定するようにと今日も多分そういう話を言うと思うんですけども、ただ実質上今おとといの段階で決まった、地震動っていうのは2連動を基準にして、でそこに少しですねやや上乗せ的に追加おまけ的に3連動による上乗せをやるという形で、それを基本に据えて一から基準地震度を作り直すという作業は結局やってないんですね。でそれでも規制庁規制委員会の側はある意味時間切れみたいな形で、なぜ時間切れっていうのをですね規制庁の側で言うのかっていうのはよくわからないんですけども、もうそれで認めてしまっているというような動きになっています。でそれについてぜひ今日もちょっと検討したいということになっています。ちょっと簡単にちょっといや難しい話になるかもしれないですけども、この、オートスペクトルっていうのをもとに基準地震度っていうのを書くんですけども、色がついた波線ですね、これがその断層を設定して、計算によってその断層モデルと言われるものなんですけども、周波数によってどれぐらいの力が生じるかっていうのをいろいろ描いたやつですね。で黒い線が、実は、関西電力がもともと想定していた基準地震動ですね、2連動の、想定によって、発生した地震動ですね。で左側ちょっと見てもらうとギザギザの一部が、ちょっとこれでちょっとはみ出てるっていうのがあると思うんですけども、3連動でやると要するに従来設定した地震度よりもですね、はみ出る。
でそうなってくるとこの黒いやつをさらに外側ですね、もうちょっと大きい領域で、引き直さなきゃいけないはずなんですね。で今二連動ではこの黒い線が700ガルぐらいですね、でまあこのギザギザを超えて引き直すと、まあ1000ガルに近いようなあの地震動をまあ設定し直して、それを新たな基準地震動としてあの耐震安全評価をあの一からやり直すということが、当然3連動が起こりうるとなればそういう評価が求められると思うんですけども、関西電力がやってるのはですね、結局この黒いのはそのまんまですね。でちょっとこのはみ出てる部分を、このはみ出てる部分だけを評価するという形で非常に簡易的なやり方で、耐震安全評価を済ませてしまおうとあのいうようなやり方を今取ろうとしていて、しかもそれを規制庁規制委員会が、まあ、時間切れということでもうあの認めてしまっているとあのいうような時代が、あのここも 2,3 日の話ということになっています。それからあの耐震設計ですねのではですね、まあ、これ黄色で書いてありますけど、なんかいろいろ不確かさっていうのを考慮しなきゃいけないということになっています。アスペリティって特に揺れやすい部分を原発の近くに持ってくるとかですね、あるいは深さを浅くするとかですね、あのそういういくつかあの不確かさを想定しなきゃいけないということになっているんですけども、ところがその不確かさをいくつか、複数あの重ね合わせて考えるとあのいうことをやってないんですね。でこれについてはあの評価会合でも特に津波の想定に際してこの重ね合わせのやり方をどうするのかっていうのは議論になりましたですね。関西電力は不確かさを、ね、二重に三重にも考えるのはやりすぎだと、そこまで考慮する必要はないんだというのは非常に強い主張をして、でそれに対して政庁側は反論してたんですけども、これも結局、時間切れでうやむやですね、いう形になっています。まあ、その点も非常に、問題があるということで、ちょっともともと予定にはなかったんですけど、今日急遽ですね、それについてもやり取りを、するということになっていますので、よろしくお願いしますとですね。でもう一度要請書に戻っていただいて、で2番があのこの間ですね、その新規制基準の策定に際してですね、住民や一般市民それから被災者の意見が全く反映されていないという問題があります。で結局規制庁側がですね、これまでパブコメはやりますからそこで意見を出してくださいってそれをずっと言ってきたわけですけども、ただ実際上パブコメについても、なかなかその、こちらから出した意見というのはほとんど反映されずに、ごくの修正にとどまっているというのが、実情です。その辺は改めて意見を聞く場を設けるように、また3番ではですね、御用学者ですねと言われる、あるいは利益相反が問題になるような委員ではなくて、現職から独立した立場で意見が言えるような専門家でしっかりと検討してほしいし、このパブコメの検討に際してもあのそういった独立した立場でものが言える専門家によって検討すべきだとあのいうことを改めて言っています。それから4番ですね、福島原発事故の収束作業を優先してください。で5番の方で福島原発事故の検証を先に行ってください。それから6番で、一部ですね、特定、安全施設と呼ばれる施設については、5年間の猶予が、認められています。まあ、そういったものは再稼働に対しての、便宜供与に他ならないわけで、それを規制当局側が、認めるというのはありえないだろうということです。で7番が、共通原因要因による多重事故に 対する対応ですね。これちょっとあの後で、少し丁寧に説明したいと思います。そして8番、水系や野橋安全弁の技術開発というのが先送りになっているんですね。それは福島事故、原発事故の教訓から言っても、今すぐやらせるべきだろうと、あるいは格納浴場の設計上の結果に対して対応していないと、この辺についてはまたあの後でアドバイザリーの方からお話があると思います。そして10番が住民の被爆線量について、放射性、気化性、放射性要素を含む各種についてきちんと規制をかけるようにと、これも非常にあの問題をはらんでいますですね。これについてまたあのアドバイザーの方からお話が具体的にあると思います。そして11番ですね、活動が否定できなければ活断層とみなすという原則を40万年前に遡って適用してください。実は敦賀原発が、廃炉に追い込まれようとしてますけども、
これに対しては規制庁は実はこの活動が否定できなければ活断層とみなすと、グレーは黒という原則をしっかりと踏襲しましたですね、貫きましたので、この原則をしっかりとですね、まあ、今問題になっている大江原発についてもですね、また年代については、遡って40万年前まで考えるんだということであれば、この原則を40万年前まで、遡って貫くようにということが必要だと思います。あと12番が、敷地に火山層があればその時点で原子力施設は、あってはならない無効だというふうにしていただきたい。そして断層はつなげて評価するのを原則。そして14番で今問題した2つ加算の考慮というのは複数重ねて、考慮しないと安全側ではないだろうと、言ったところ、そして原発の、寿命の延長をやめてほしいと言った内容になっています。で、特に今日後半のやり取りですね、規制庁とのやり取りでは、まあ、大井原発の件は、時間を取りますけど、それ以外について、主要な点では10番目 の、 その被爆線量の問題ですね、それから、ですね、それからですね、9番ですね、格納容器の設計上の欠陥の問題、ここら辺が中心になると思うんですけども、もう一つですね、7番ですね、7番について、ちょっと使用には問題したいと思ってました。ちょっとこれについてまた説明をしたいと思いますね。まずですね、単一故障の、考え方というのがですね、でこれは単一の事故に対して、起きました事故がですね、でそれに対して、安全装置を働かせて対応するわけですけども、その安全装置のうち最も重要なものが一つ壊れて動かないと、それでも事故をちゃんと収められますと、そういう前提に立ちなさいというのが単一故障の考え方で、で設計に関わる事故については、従来ですね、従来の指針は、この考え方だけに基づいてましたし、で今回の新規制基準についても、設計事象というですね、シビアアクシデントでよりは小さい事故についてはこれが踏襲されています。で今回ですね、共通要因故障ですね、その地震や津波のようなですね、いっぺんにいろんな機器を同時に壊してしまってですね、ような事故については、まあ、重大事故、シビアアクシデントと言われるものについてはそこまで考えましょうという新安全基準になっています。でそこで要求しているのが多様性と独立性です。まあ、これまで多重性っていうですね、同じ機器を2つ複数設けなさい、言ってたんですけど、それだけでは不十分で、まあ、独立性を持って、それで多様性ですね、いろんな、また別のやり方でこの例えば冷却なら冷却ができるようなそういうシステムを作りなさいというような、要求になっていま す、 です、ね、でこれは規制基準の中の定義ですけども、まあ、多様性というのは共通要因に、そのよってもです、ね、同時にその機能が阻害されないと、まあ、だから多様性とか独立性というのを持ちなさいと、で逆にそれを持っていれば、共通要因故障に対応できるとです、ね、いっぺんにいろんな複数のです、ね、安全装置が壊れても来られるようなことはないと、いうようなそういう体系になっています。でところがですね、地震や津波などですね、そういう自然災害ですね、まあ、そういうの大規模な自然災害とかですね、まあ、あるいは航空機のテロとかも入るんですけども、外部事象って言われるものですね、そうすると、そもそも、事故が単一で済まないんですね、複数の事故がこう同時に進行するようなですね、そういう、多重複合事故ですね、そういうのが起きかねないですね、だから多重複合事故が起きていろんな事故が同時に進行している中で安全装置を働かせてなきゃいけない、でその安全装置も、複数ですね、同時に故障するようなですね、そういう事態が起こりかねないっていうのが今回のですね、福島の大きな経験だったと思います。でそれに対して対応することになっているのか、でこれについてはパブコメでも、ちょっと下の方、左下ですね、左下で多重複合事故の想定についてという質問が出されていますですね。でところが右側が回答なんですけども、そこが空欄になっているんですね。だから多重複合事故に対してどう対応するのかについて、ちゃんと少なくとも今の段階で規制庁側はコメントに対して回答してない状態ですので、
で、これについては今日、後半でしっかりとどうするのかというのを聞いていきたいというふうに思います。で、今、渋谷アクシデントですね、重大事故については事故シーケンスと呼ばれるものを、想定しなさいということになっています。ところがそれは内部事象に起因するもののみ でこれが事故シーケンスと言われるものです。まあ、いろんな事故を考えてこういう事故が起こりました。で、それに対して、安全装置が、壊れてても多少ね壊れててもあるいは複数壊れてても、対応できますよということを示さなきゃいけないということになってるんですけども、ところがこういった事故が、いくつか同時に複合的にこう重なって起こるような事態については確率が低いからっていう理由で、考えなくていいことにしちゃってるんですね。で、ところが地震や津波っていうのはやっぱり同時に、いろんな機器を、壊してですね、いろんな事故を同時にこう誘発するというようなものですし、それから確率の話で言えばですね、それこそ南海トラフの地震は今後30年間ですね、8割9割で起こるぞというような世界ですので、確率が単に低いというだけで済まされるものでもないと思います。ところがそれについては今回の新安全新規制基準ではその要求をしてないんですね。そういう問題が出てくると思います。で、地震や津波についてはどうなってるかというと、設計用の地震動ですね、基準地震動、それから設計基準津波ですね、これを超えないことになっちゃってるんです。で、それでは、ね、事故前 その安全神話にすがりついてる状態とだんだん変わりがないではないかと、で、超えた場合に何が発生するのかっていうのをちゃんと具体的に考えて、対応今ある対応で十分対応できるのかどうかっていうのを評価させないと意味がないと、思うんですね。で、これについて多分今日出てくるのは安全性向上のための評価というのをやらせますと、そこで考えさせますということになっています。で、ところがこの安全性向上のための評価っていうのは今年12月ですね、年末に施行されることになっているらしいんですけども、結局電力が自主的に、やった取り組みですね、電力会社がですね、自主的にやるですね、取り組みについて、規制庁が報告を受けて、あ、頑張ってますね、それだけのもので、特に、これをやらないと再稼働できないというわけでもない、普段の努力を積み重ねなさいといった類のものに過ぎないということになると思います。ですからこれではやっぱり不十分で、その予想を超えた事故、予想、一番下に書いてありますけども、予想された事故を超えでも発生の可能性が否定できない、そういった事象が発生するリスクは評価するんですね。これは当然規制 の枠内でしっかりとやらせないと新しく規制基準を新しくした意味がないというふうに思いますので、そういった点についてもちょっと議論ができたなというふうに思っています。ちょっと長くなりました。以上です。ありがとうございました。皆さんのお手元の質問の方の紙でところどころにこの、小さいちょっと小さい字で例えば1ページ目 その多様性の定義に関してっていうのとその右側に設計基準としてっていうようなのが織り込まれていると思うんですが、これはパブコメとそのパブコメ対応ですので、今坂上さんの説明にもいくつか出てきたと思うんですが、左側のが、出されたパブコメですね。今回規制を監視する市民の会ですとかアドバイザリーグループの皆さんが出したコメントになります。で、右側のがそれに対する規制庁の、回答で、ものによっては回答していないものもありますのでご注意ください。それでは続きまして、原子力規制を監視する市民の会からですね、この会やってきた活動について短く紹介していただきたいと思います。藤田花美さんお願いします。こんにちは。はじめまして。市民の一人として、神の皆さんと一緒に、活動してます。今日は簡単に、活動報告というか私たちが主に取り組んでいることについていくらかお話しさせていただきます。毎週決まって活動しているのは、金曜日に、原子力規制委員会が入る、六本木1丁目の六本木ファーストビルというところの前で のアピール行動になります。
で、六本木というと、まあ、いわゆるあの六本木交差点のあるあの六本木想像される方多いかと思うんですが、南北線の六本木1丁目に あります。そこから歩いて 1,2 分ぐらいのところにある大きなビルにですね、原子力規制委員会が入っておりまして、設立当時からもうこの秋で丸1年私たち抗議行動をずっと続けております。で、まあ、私そのビル2階から6階まで入っておりますので、やや斜め上で向かって話しておりますので、このような明るいところで正面向かってお話するのすごく緊張してるんですけれども、ぜひ抗議行動毎週金曜日行っておりますので、こちら青いチラシ今日配布させていただいているようなんですけれども、こちらの方に毎週金曜日のアピール行動についてホームページで紹介してますというようなことも書いてありますので、ぜひ関心のある方は来ていただきたいと思います。で、それからこちらの方の活動もまあ、メインとしてやってますけれども、今先ほどミスタさんの方から話があった通り、市民の会としてもパブリックコメントで原子力規制について、まあ、物申そうというようなことで、一丸となって取り組みました。で、まずはですね、取り組む前にできるだけたくさんの人にパブコメを書いてもらおうということで、その六本木1丁目のファーストビルに行く前にですね、このチラシにパブリックコメントを広めましょうということで、いろいろ配布をしてアピール活動をガンガン続けてきました。で、アピール活動を続けた結果ですね、相当数 のパブリックコメントが集まったと聞いておりまして、原子力規制委員会からお礼を言われてもいいんじゃないかと思うぐらい の思ってるぐらいだいぶ集まったと受付しております。で、パブリックコメントをコシアンから本格的に、まあ、私がですけれども本格的にちょっと取り組みましたけれども、規制委員会が出している資料の方がもう非常にその素人が見てもずさんだというか、これおかしいんじゃないのっていうような部分がたくさんありまして、で、まあ、規制委員会に こんなんじゃ原発を動かしていかんでしょうっていうような意味を込めて、まあ、不損ですが赤ペン先生と自称しまして、いろいろおかしなところに赤ペンを振ったところ、それをホームページの方に紹介していただいたら結構好評だったようで、たくさんの方に見ていただいて、取り組みがなんかどうも広がったようなことがありましたので、非常に嬉しく思っています。それから、パブコメ、そうですね、その後は規制基準 の条文に関して3400ページいったの条文の資料についても、まあ、市民として3400ページにも圧倒されたんですけれども、何もしないのはちょっといけないんじゃないかというようなことでですね、一生懸命中心となる部分についてレクチャーしていただいて、でアドバイザリーチームの方たちにたくさん指導していただいて取り組むことができました。で、こちらも結構な数が提出されましたので、これが反映されると本当に素晴らしいと思うんですが、なかなかそこに至っておりませんので、ぜひその金曜日のアピール行動ですとかで皆さんの声を大きくしていただければなと思っています。もう一つ、ごめんなさい、時間ないと思うんですけれども、もう一つ私たちがやってることで一番大事なことなんですが、原子力規制委員会 の本会議ですとか、検討チームがもう平日、午前中も午後も続けて行われています。で、今日も会場の何人かの方が午前中の検討チームに参加されて、その足でこちらに会場に来てられます。で、そちらの方の傍聴もぜひ一般の方皆さん行けますので、前日の12時までの申し込みっていうことはあるんですけれども、ぜひお仕事お休み取れる方とか、まあ、私は休み取れる日に行ったりしてますが、ないようなことがありましたら、ぜひそちらも傍聴していただいて、規制基準の今検討やってますので、ぜひそちらでおかしな方向に進みそうなところをですね、ぐっと強い目線で抗議の目っていうのかしら、そういったことでぜひ圧力をかけていただきたいと思います。で、たくさんの人が傍聴するとマスコミの方もどんどん取り上げてくれると思うんですね。で、マスコミの方が少ないとすぐさっとカメラの方とか帰っちゃうんですね。すごく悲しいので、ぜひたくさんの人に来ていただいて、もうマスコミもガンガン殺到するような傍聴をと思っておりますので、ぜひそちらもご協力ください。ちょっと早口になりましたが、よろしくお願いいたします。文字通り監視ということでですね、いい仕事したときは褒め、おかしな方に行きそうなときはそれは違うんじゃないかという、そういうことを市民として言っていきたいと思っています。
はい、続きましてですね、やはりこの市民の会にも時々来ていただいています、福島原発事故で郡山から静岡に避難されている、長谷川克美さんが今日いらっしゃっていますので、一言お話しいただければと思います。皆さんこんにちは。私は平成23年の8月、原発事故から5ヶ月後に、自主避難という形で家族を連れて静岡に、郡山から静岡に自主避難しました長谷川と申します。私、本日、参加させていただいた中で特に、参加する一番の理由としてはこの要請書の中にの2番の部分です。新基準案に住民や一般市民や福島事故被災者の意見が全く反映されていません。意見を聞く場を設けてください。ここに、自分としては、思いを込めて参加させていただきました。私は福島事故原発事故の前は、非常に、不遜な大人だったなということを今思います。例えば小さな頃から広島や長崎のことをいろんな場所で聞いていたにもかかわらず、結局それは僕の体の中に染み込んではいなく、 3.11、3.12 を迎えました。で、今原子力規制に関してたくさんの方々が関わってくださっております。地質学の専門家の方や原子炉設計の方々、皆さん専門家であることは間違いないと思います。私がただ一つ訴えたいのは、私ども被害者、原発事故被害者は当事者ということで、あの日あの時その場に居合わせて、3.12 の原発が爆発するということが目の前で起こって、それが一体どういうことかわからない不安の中で、家族の身を案じて、結局子供を愛する人たちを守りきれずに大量の被爆をさせてしまったという現実を受け入れながら今、生きています。その中で私どもの、私が広島長崎の方々の気持ちを理解できなかったのと同様、やはりこれは当事者がなければ分かりきれない感覚というものがあると思います。ぜひこれからの、こういった話し合いの中に当事者に開かれた場を設けていただいて、私ども当事者をぜひ加えていただきたいと思っております。昨日、私は静岡で仕事をして新しく仕事を始めましたが、なかなか仕事がうまくいかない中で、ある方から、こういった活動に専念するのも結構だけれども仕事に今は専念する時じゃないかという意見をいただきました。ただ今日ここに参りました。私はやはり目の前にいる子どものこと、福島にまだ低線量被爆という恐怖の中で自分の子供を案じている親御さんのことを思うと、このことを置いて、自分のことに、専念することはできません。ぜひ、おそらく多くの方がこの規制委員会の方も政府の方も日本の発展、日本の未来を見据えて、いろんなことを考えてくださっていると思います。私ども当事者は決してそのことを妨害することは全く考えておりません。私どもも日本の未来、日本の将来を考えて一緒に討議に加わっていきたいと思っております。ただ私どもがその時にどうしても後回しにできないことは、子どもたち子孫の未来安全を考えた上での発展と、このことを強く訴えながら皆さんと共に戦っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、続きまして、それぞれの内容について、市民の会のアドバイザリーグループの皆さんからお話をいただきたいと思います。まず新規制基準の、妥当性ということで、福島原発事故を踏まえてということで、後藤正志さんにお話をいただきたいと思います。後藤さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、後藤です。今の福島の現地の話をありましたけれども、私は原子力に携わった技術者の立
立場としてですね、一番私の心にあるのは、技術者というのはその自分のやった仕事の結果、それが与えた影響を自分が共有する立場を共有できる、そういう技術者でなければいけないというのが私の中に心になりまして、で非常に先ほどの重たく受け取っております。で私はですね、私ができることはですから、現在私が分かっている範囲の技術に関することを皆さんにお話するということでよろしくお願いします。では非常につきいてですね、福島の状況をどう見るかということになりますが、私なりに見ますとこのようになります。ずっとお話がよく出てますように、原因の分析、福島事故の原因の分析とか技術課題が向かい未解明だと、これ坂上さんのところにありました。これが一番重たいです。やはり事故があったということは、それが何であるかということを分析せずに解決策は全くない、これは間違いありません。航空機であったら、飛行機が何かトラブルがあって墜落する可能性があったら、それを徹底的に分析しない限りですね、対応はできるはずないんですね。でそうすると原発ですから、原発の場合にはですね、特に複雑で事故原因が一つなんてことはありません。福島ではっきり言えることは、地震が関係ありました、間違いありません。津波も関係ありました、間違いありません。でも津波がどこまで関係があって地震がどこまでかってはっきりしない。しかもその後に機能しなかったものがいっぱいある。さらに人間のミスもいっぱいあります。判断ミスも、それが全部重なっているのが、いわゆる事故というものの構造を全部表しているんですよ、ここで。それが私は一番大事だというふうに一つ思っています。その次に今の現地のお話ありましたけど、まさに今も事故は収束していない。これはご承知のように放射性物質が、特に土からですね、海の水の方に向かってはかなり出ている。それからその、冷却水、汚染水の処理の問題も依然として残っているということです。またこれは坂上さんのところにもはっきりありましたけども、これもどれだけ強く強調しても足りないと思います。はっきり申し上げまして、地震と津波のこの設計条件、いわゆる基準地震動とか基準津波ですね、これはですね、私が現役の時に思った一番最初の課題です。大体設計基準地震動というのを一例で申しますと、地震動で何がある、どれだけの加速度がかかるかということをやりますね。それが最初の頃は軒並み300とか200何十とか300とか400以下があるくらいの設計になってるんですね、みんな日本中。それがだんだん阪神神戸の地震以降ですね、どんどん大きな地震があり得るということになって、450から600から700からのザラのザラになって、今柏崎刈谷ですよ、2300からですよ。どう思われます？あそこは確か450からくらいだったと思いますけど、少なくとも4倍とか、ね、5倍になるんです。設計基準ですよ。設計基準っていうのはこれをもとに設計しますから、設計者の人からしたらあまりにむちゃくちゃです。もちろん弱いところと強いところありますから、余裕があって入るところもあるかもしれません。ですから、もともとそうやって設計したものを何倍も上げるっていうのはですね、そもそもそんなこと普通常識的にありえません。なぜ原発で許されてるかっていうと、特定のこれとこれだけをチェックするとして他を除外してるからです。安全圏に関わることでこれだけで、じゃあ他のものが安全圏に関わらなかったら、それが壊れて安全圏を壊したらどうだとか、因果関係を考えたらとてもじゃないけど受けられないものだと、そういうことです。それから主要なプラントパラメータの把握できてない、これはご承知のように水位が全然分からなかった、これは一番大きいです。他にも怪しいところがいっぱいあるんですね。ちゃんと見切れてない部分もありますけど、いろんなところのデータが本当に把握できてるのかと。これは一例で申しますと、水位計の問題は福島に限ったことではない。スリーマイル島ですでに水位が分からなかったんでメルトダウンしてるんです。人間が止めちゃって ECC です。福島ね、福島もアイソレーションコンデンサーを人が止めてるんですね。あれもじゃあそういうものもですね、水位との関係とか考えたらね、本当に似た構造なんですよ。つまり原子力において冷却において一番大切な水位すら把握できない状態で、それはスリーマイルとで分かってたくせにまた同じことやって対応できてない。で現在新規制ではこれ何考えてるかと、いやそれは水位計については確かに問題あるから今後開発します、ただし今の水位計を使いますと言って、その水位計をただし
その水域がダメになったのは温度が上がって熱で基準面が蒸発したんで、基準容器ですね、蒸発したんでダメになったんだから、それは温度計をつけて監視すればいいという、そういう考え方です。もちろんそういう監視の仕方もあるんですけども、そもそも水位計がおかしいんだったらそれを開発しなきゃダメです。そんなもの基本的なものです。そういうことになりますね。で、主要な安全系統、これの機能が失われたことです。これは格納容器を含めて他のところでもいろいろ想定されます。さて、新基準の問題としてですね、さらにですね、この先ほどの設計基準と言ってますけど、地震動だけではなくて設計するための基準の元になる設計基準ですね、これの抜本的な直しが私は必要だと思っております。これ一番代表的なのは格納容器です。配管破断したりして圧力温度が上がった時にこれで設計するんですけど、いわゆる重大事故というのは設計基準を超えちゃって圧力温度が超えてしまって格納容器を弁当しなきゃいけなくなる。設計がおかしいのはそこなんですよ。設計で最初に圧力温度を設定してたらそれを超えないのが当たり前で、超えたらダメなんです。だから設計基準の見直しが間違ってるというか、今までの設計基準でやったら格納容器は持つはずない。だからそれを変えてですね、もう一度見直して設計基準を一から見直しましょうっていうのが私の提案だ。そうすると実は格納容器の大きさがあれじゃ持たなくなる。確かに経済的には問題生じるかもしれない。でも基本的な安全の考えからいくとそういうふうにせざるを得ないというのが私の意見です。それから路線領有防止は確実にできそうもない。確実でない対策はいくつか重ねても事故は防げない。これはご承知のように1号部から3号部まで全滅しましてね、普通事故があってですね、1号機メルトダウンしました、でも2号機はこうやって阻止しました、3号機はこうだって、こういった時にはですね、多少ね侵着ができて、あ、こうやれば炉心溶液を防げるとか問題があるんですけど、全機ってるんですよ、3機とも。ということはですね、炉心溶液防止がもう一旦炉心溶液を始めたらダメだ、この脆弱性を表してるんです。細かい問題じゃない、全体としての脆弱性を表してる。そうするとその辺に見ると、一旦炉心溶液を起こしたら事態が急激に進みますから、やれ電源を持ってこい、水冷却する、圧力を下げるために SRP を開ける、どれ一つとってもうまくいかない。これはある面じゃ当たり前なんです。なぜかっていうと炉心溶液を起こすってことは非常に時間が早いですから、普通の他のプラントなんかのことは違いますからね、原子力の場合。そうするとどんどん危機的に追い込まれるわけです。時間的に早く転倒しようとか、そういう危機感の中で動きますから失敗も増えますし、その時に新たな故障も見つかると、そういう関係になる。しかしたがって短時間で格納容器破壊、あるいは格納容器弁当に至ると、そういうことになります。つまり重大事故対応、シビアステル対処の対策が有効に機能しにくい、これ時間的に制約が厳しいからなんです。で、私の主張は格納容器を見直すって特に言ってたのは、この時間的に完全にですね、大きなものを作って現実的にできませんけれども、技術的にはある大きさまでできますよね、どうせ今言った。そうすれば時間が稼げますから、その時間の間に重大事故対策をやって冷却をもう一度再開すると、そういう可能性が高くなるんです。今のままではですね、この格納容器の脆弱性を降りたままで外から冷却と何とかやるっていうのは私はお勧めできないということです。ちなみに最後のことに書いてますのは、格納容器が機能、これちょっと装置の方が失礼しました、装置するのは原子力安全の崩壊を意味するということになります。これはその流れの中の一連の話ですけど、弁当不要な格納容器、これは今の主張につながるんですけども、格納容器というものが放射性物質を閉じ込める容器であると、それを弁当せざるを得ないということは格納容器本来の機能を喪失することであって、それは許されないというか、格納容器をもう一度、そもそももう一度考えれば弁当しなくていい格納容器になるのが当たり前だということですね。そうするとそのフィルターの問題、これは後で、お話が出ると思いますから、フィルターの性能の問題、それからフィルターも故障したり容量オーバーするとそのまま漏れてしまうということがあります。で、これは格納容器のタイプを3つ挙げてますが、沸騰水型特有の問題がいろいろあります。ちょっと細かいのなんでここは省略させていただきますけど、格納容器の形ごとに特徴があります。で、これは加圧水型の格納容器です。こちらの場合には容量が大きいですけど圧力抑制プールがありません。
ですからある面で容量大きいんですけれども、大きいためですね、弁当するまでの時間が長いです。時間が遅くなります、沸騰水が出る。ですけど事態が進めば同じように必ず弁当が必要になります。時間の問題です。それともう一つはやはり水素対策が一番心配で、沸騰水型は水素窒素が入ってますけど、加水型窒素が入ってないんですね。私は水素対策としては下手な気をつけるよりも窒素を封入すべきだろうと、そのように考えます。で、小手先でなく抜本的な対策をする必要があると、これは核燃料の問題に言ってます。つまり、問題としてはどういうことかと申しますと、原子炉や基本的なシステム、格納容器、プラント表示等ですね、使用設備は従来のままで問題としていない、ここがいかない。しかし実際には福島でそういう機能喪失した、あるいは機能不全が明らかになっている。そうすると新基準としては基本線のまで戻って検討することをすべきだ。で、電源冷却系、格納容器フィルター、こういうものをですね、小手先の対策で良しとしてはいけない。もう一つ大切なことはですね、発生確率で評価をしないというんです。これは発生確率で評価するということはいつも逃げになるんですね。先ほど、坂上さんから説明がありました、多重故障でこうだってこういうことが重なる。で、確率計算すると小さくなるんですね。ですけど現実にはですね、ちょっとした違いで確率は変わるわけですよね。誰かミスしたって変わっちゃうんでしょ。そうすると、そういう重要なものに関してはそういうことを許してね、例えば直接命に関わるものをパラメータを考えるときに、それを確率で何割だからいいなんて議論はいけないんですね。そういう意味です。で、まとめますと、不確かな安全対策は無意味であると。重大事故対策は信頼性に乏しく機能しないことが多い。福島事故を見れば電源冷却閉じ込め機能全てにわたって制御ができなかった。これは地震津波ではなく原発システムの上の欠陥と見るべきである。技術的な問題は山積みしており、議論が足りないというのが現在における私の感じです。時間をかけて議論すべきだと。以上です。とありがとうございました。続きましてですね、弁護士の青木秀樹さんから、共通要因故障などについて、お話をいただきたいと思います。青木と申します。私はその、この、新基準規則を、作る過程においてずっと言っていることをまた、言わざるを得ないというのはそんな感じなんですけど、3つの点について、言いたいと思います。これ福島原発事故前に安全指針といわれるものがいくつかありまして、その中に、今回の、事故に、特別関わっていて、しかもこれらが不備であったために今回の事故を防げなかったと、そういう視点で考えています。で、今回の事故の原因というのは未だ究明されていませんけれども、こんなその間違ったことはあったんだということは、明らかになっていることがあります。これは国会事故庁における、原子力安全委員会委員長の渡辺氏の発言ですけれども、例えば立地指針に書いていることだと火葬事故だと言いながら、実は非常に甘々な評価をして、あまりその、放射性物質が出ないような強引な計算をやっている。で、福島原発事故では火葬事故で想定して放射線量の1万倍が出たと。それで、敷地周辺の被害を及ぼさない結果になるように考えられたのは火葬事故だと思わざるを得ないというのを言っていました。これを何回も復唱する必要がある発言だというふうに思います。で、その指針では重大事故、火葬事故というのはこういう表現で、火葬事故については、技術的見地からは起こるとは考えられない事故というのはもう最大限というか、最大限考えてもでも起こるとは考えられないけど一応というような、それほどすごい事故というふうに表現されていました。
で、この火葬事故を一体どうやって具体的にやるかというと、先ほどの安全評価指針の中で、その具体的な事故解析をやっていたわけですけども、その中では安全防護施設がいくつも機能する過程、例えば渋滞が配管が破断しても、それが、そのままずっとこう、今回のような事故に至るようなことは考えずに、安全防護施設がいくつか働きますよというそういう過程をしていましたので、結果的には、立地評価というか、そこに原発を建ててもいいというそういう評価を満足するようになってました。これは甘い鑑定を設定し、敷地外に放射性物質が放出しない火葬事故を想定しているという斑木発言と符合するものだと思います。ですから今回の事故を考えると、この、立地審査指針というのは、そこに原発を建てても万が一事故が起こったとしても周辺に放射線被害をこう与えないと、そういうような場所に建てなさいというのが立地審ですけども、この立地審査指針の利確要件の判断方法と安全評価指針における事故想定の誤りをまず認めた上で、その上で少なくとも福島第一原発事故と同様の事故を想定して、安全評価指針の仮想事項の評価をし直して、立地審査指針の利確要件の判断をし直すように基準を改定するべきだというふうに思います。これをやらずに一体何をやってるかというと、その仮想事故っていうのを原子炉格納容器の性能評価に際しての想定事故というそういう事故と変えて、で事故評価はシビア汚染対策の有効性評価に対応すると、すなわち、一応重大事故、今の規則では重大事故と言っていますけど、シビア汚染とを考えて、そういう事故でも大丈夫な有効その方法を対策を取りますと、そういうことで結果的にはやっぱり放射性物質がその外に出ないような結論を導こうとしている。これは全然その斑木発言で反省したことには立脚していなくて、それを覆い隠すようなそういう基準を作ろうとしているというふうに思います。それから先ほど坂上さんも言いましたけども、もう一つは共通要因故障について、それが設計基準、事故の中に入っていないということです。福島原発事故っていうのは共通要因故障、ああいう少なくとも津波によって、全てのその電源がダメになったという、そういう意味では、共通要因故障で、これをなんとかその設計の中に入れる必要があるというふうに思います。だけれども、この単一故障の過程っていうのがありますけども、元の安全設計審査指針の中の9では、その信頼性に関する設計上の考慮の中で、やっぱり、単一故障の過程というのを、前提としておりました。で、今回の規則でも12条2項で多少表現は違いますけれども、やっぱり単一故障の過程で全然変わっていません。で、単一故障の過程と裏腹なのは、結局事故原因をですね、自然現象を想定すれば単一故障の過程っていうのは論理的におかしいということになるわけですけども、その自然現象を事故原因とする設計基準事項というものは考えられていないんです。だからそこは本当に不自然なんですけれども、その想定の範囲内で安全性が保てるかどうかというそういう議論をして、それに基づく規則基準を作ろうとしている。で、この福島原発事故以前 の中越沖地震で3000カ所以上が折れたわけですから、これを反省すれば単一故障の過程はもうその時点で変えなくちゃいけなかったはずなんです。で、そういうことで、今回 の規則の中で、重大事故では、
共通要因故障を一部取り入れてきますけれども、全面的に取り入れてきませんから、やっぱり一定程度 の、 その安全防護施設が働くという、そういう前提でできてますので、やはり全体的に見れば単一故障の過程で考えているというふうに思われます。それからもう一つは、みたいな重要度分類審で、この重要度分類すること自体が問題だというふうにも考えられますけれども、まあその安全機能 の、 その性質に応じてですね、3段階に分けてその安全対策を考えるという、そういう考え方があるんですけれども外部電源というのは今回地震で壊れてしまいました。で、外部電源は一体どういう分類かというと、重要度分類では一番最低のクラスです。それから耐震設計上も、一番最低の C クラスです。で、これについてはこの規制委員会が発足する前にこういう反省の、言葉が、原子力安全委員会の検討小委員会で出されていました。今般の事故を踏まえれば高い水準の信頼性の維持向上に取り組むことが望まれるということですから、当然何らかのその重要度分類の中で、外部電源が上の方に行くというふうに思っていますが、現在のところ規則の6条2項にこんなふうに書いてありまして、2項における重要安全施設というのは、自然現象に対する設計上の考慮の中のクラス1とクラス2の一部だと。で、外部電源はクラス3ですから、重要安全施設には入りません。これはその規則に対する解釈の中でそのようになっています。結局重要度分類指針の改定は、今の段階で先送りに回されするということになってますけども、しかもその改定っていうのも重要点はすでに今のままでいいかのような、そんな発言もされていますので、この大切な外部電源についての安全性についての議論がどうもうやむや消えているというふうに思います。まあ、以上3点について、全然できてないという、そういうのが私の意見です。続きまして、滝谷浩一さんの方からですね、立地審と被爆占領評価についてお話しいただきたいと思います。お願いします。こんにちは。私は下の方にちょっと略歴書いていますが、約40年近く民間企業で研究開発、原子力問題研究開発に携わっての後の残りの8年間原子力安全委員会の事務局の技術参与という形で、原子炉の規制に従事しておりました。で、仕事をリタイアした後、家で自宅で過ごしたんですが、今回 の、 福島事故が発生しまして、大変そういうことを防止できなかった自分の在り方、そういう自分に対する甘さ、そういったものを深く反省しまして、自戒の念を込めまして、何か二度とそういう事故があってはならないと、そのために自分が働いてきた時に、少しですけども培ってきた知見とか経験なんかを生かせればいいなということで、一歩前に足を昨年ですけども踏み出しまして、この市民、原子力規制を監視する市民の会に入れていただいて、そのアドバイザルグループの一人としております。で、今日は立地評価外しの規制基準は原子炉等規制法の遵守違反であるというテーマ、ちょっと法律に遵守違反というのは非常に重たいわけなんですが、安全委員会事務局に民間から移った時に一番、感じたことは、官庁役所というのは法律に書かれていること、それは
もう守らないといけない、あるいは守らせる。ですから何かこう新しいものが出てきた時にそれは法律のどこに書いてあるのか、そういうことがないのでもですね、一つの取り組む基準というかね、なってました。でそういう視点で実用化外しについてこれまでパブリックコメントで何度も私も提出してきたんですが、現在のところそれに対しては取り入れる方向には残念ながらないので、改めてちょっと原子炉と規制を読み直して、ちょっとこういうテーマでお話したいと思います。設置許可基準ということで現在の規制基準規則は作られているんですが、これは先ほど青木さんのスライドと同じようなものなんですが、ちょっと表現をこの7月18日規制基準の施行を目標にしてますね。そのビフォーとアフターという形で、言いやすいかなと思ってこういうものを作っていました。でここに挙げた指針類基準類というのはですね、原子力安全委員会が基本的な4つの基準ということで、現在規制委員会でも基準属性の最初にですねこういう形の整理をしています。で対象はですね、まず一番上が立地、これは、原発のサイトが、住民の方々とサイトの施設の間に十分な利確は捉えているかということもその重要な一つですね。それ以外に大自然災害に対して大丈夫かというのがあります。それが立地審査指針です。でこの7月18日以降ですね、最初は立地審査指針見直しますということが規制委員会で言われたんです。それどういうふうに見直されるのか、まあ期待絡みで、あるいは難しいんじゃないかなと思ってたのが、結論としては採用せずということで、見直しどころかそれはもう知りませんという扱いになっています。で設計については安全設計審査指針がありまして、それが現在規制基準規則のかなりの部分を占めております。で規制基準規則と同様の解釈という、で一つはこのビフォーの方は全て内規なんですね。原子力管理委員会でこちらは規則であり、一旦そういう法規的には高められました。で同様の解釈は内規です。で、次に事故時の安全についてはいわゆる安全解析評価です。これは安全評価審査指針がありまして、これは見直さない、現在点見直さないで継続すると。そして、上の解釈の中にですね、自己評価をするんですが、その自己評価のみこの安全評価指針を該当部門を参照しています。ただし上で立地を審査指標を採用せずと同じに関連して、この中に、指定されていた重大事故、仮想事故、その評価というのは参照されていません。で一番下はこれは平常時の所沿線量で、50マイクロシーベルトあらがって、やっていきますということであります。で、立地新評価をしない理由というのを何でしょうかということで、規制委員長の国会答弁4月から5月とかはプレス発表もあるんですが、それを見ていきますと、福島事故並みの放射性物質の放出は立地審査基準に合わないと言ってます。でこれはこれは本当のことなんです。福島第一敷地境界積算線量は約1100ミリシーベルトで、目安値は明文化されているのは250ミリシーベルトですね。これを明らかに超えています。次にセシウムをフィルターベントにより福島事故の100分の1に抑える。で性能目標として100テラベクレル以下にします。さらに敷地境界線量、そうすることによって 0.01 ミリシーベルト程度になりますということを国会での答弁をしています。ただしこれはごまかしなんです。フィルター素通りの放射性気ガスによってこの値は私はありえないと思います。でちなみに 100% 放出ラインに蓄積
されていた気ガス、それを放出した場合、浜岡5号では約3万7000ミリシーベルトというのが私のちょっと、まあ、簡単に計算できますで、示しています。ですから 1% 放出の場合でも370ミリシーベルトですから、実質指針の目安値を超えているということですね。こういうおかしなことをどうして言っているのかというところが一つ疑問と思います。次に、実施要求意見への規制への考え方が5月24日に出されています。核燃料器破損モードは従来の立地評価における重大事故、火葬事故を上回っていると、したがって、重大事故、火葬事故を用いることはないと、こういうパブリックコメントに対する答えが出ています。でこれは論理のすり替えだと思います。炉心格納容器の損傷がなしの想定自体がこれまでのですね、それが不適切だったんです。したがって、重大事故火葬事故を用いることはないというんではなくて、したがって炉心格納容器の損傷を想定した重大事故火葬事故に対して立地評価をするのが科学的技術的にも論理が通ったものじゃないかというふうに思います。ですから、まあ、分かりやすい俗なことがで言いますと、この規制委員会がやろうとしていることはルール違反になるから、そのルールをやめましょうということだと私は思っていて、非常に納得できないということです。まとめますと、立地評価しないのは法律遵守に反すると。で、原子力規制法等改正されましてですね、第43条の3の6、許可の条件、設置許可の条件に、原子力施設の1、構造物設備が原子力による災害の防止上、使用がないものであることとありまして、この1の適合性の審査が立地評価であるというふうに、思います。で、これをしないということは、法律、漁協を守っていないじゃないかと。それからフィルター弁当が出てきてますが、それは住民の安全を損なうということです。フィルターは気ガスには効果なし、確かにセシウム要素はある程度減らすでしょうが、気ガスは反応しないので、もう気体ですし、スルーしてきます。で、弁当というのは人為的な放射能放出で住民被曝を生じます。現在の規制基準では、この住民被曝について評価をしようとしない、それが大きな問題です。で、最後に一言で言いますと、このそういった問題のある新規制基準は使用すべきではないということです。はい、ありがとうございました。続きまして、原発の寿命関係で井戸光さんにお話しいただきます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、井戸です。今日私の話はその、古い原発40年それを超えてさらに20年を延長するというこの寿命延長問題に限ってお話ししたいと思います。それでですね、このタイトルちょっとまずかったんですけど、全ての原発は危険なんですが、70年代運転開始の原発は特に危険、特にがちょっと抜けちゃったんです、特に危険だということですね。それでそれはどういうことかというと、そのまず圧力容器に限ってのお話なんですが、ここでは圧力容器の設計が悪い、格納容器の設計が悪いってことはさっき後藤さんがお話になりましたけども、圧力容器の設計も悪いんですね。で、検査の点検がしにくいという構造になってます。これが今日の話のポイントになります。それから、圧力容器の鋼材の製造方法が悪い、鍛造ではなくて圧線した板を曲げた手作ったので、それに縦の溶接線があるということですね。それから材質が悪いと。で、これは特に銅などの不純物が非常に多くて、玄海1号、美浜1号、高浜、美浜1号、2号等々、非常にその
税制線温度が上昇しているというそういう、ことがあります。それからさらにその鋼材が不均質だという疑いがまあ大きいと。それでその限界1号のですね、税制線温度の測定がですね急に上昇するという変なことになっているんじゃないかというふうに考えております。で、まあその老朽化した原発を動かすのかということですが、その規制庁はですね、今まで30年40年というところで高経年化技術評価というものをやって評価書を出させて、議論して、まあ、この間もあの高経年化の意見聴取会にその美浜2号の評価書がかかって、まあ、私はおかしいと言ってたんですけど5号になってしまったんですが、まあ、その40年時点でおいて今度はさらに特別点検を実施するということですね。でこれは、今まで、劣化現象について点検していないもの、点検範囲が一部であったものをさらに詳細な点検をすると言っているわけですが、ですね、あ、ちょっとこれでその表が あります。点検の表がですね、でこれは加圧水型 PWR プラントの表なんですが、この、 その一番上の行の原子炉容器圧力容器のことですけども、そこを見ていただきたいんですが、対象部位が、母材および溶接部で、滤芯領域 100% と書いてあります。で、右の方で見ていただくと、点検方法で今まではその最初の時点は全部やるんですけども、その使用になってから溶接部のみ、超音波検査を実施していたのですが、まあ、それをその溶接部だけじゃなくて母材全部についてやるというわけですね。まあ、今までやってないのはおかしいということではあるんですが、でこれはまあ 100% 一応やるということなんですが、その BWR の方を見ますとこうなってます。滤芯領域、接近できる全検査可能範囲、 100% じゃないんですよね。接近できる全検査範囲、こういう書き方になっています。でこれはその BWR はですね、中の構造がいろいろシュラウドがあったり、その再循環ポンプが配管があったりでですね、非常にその溶接の、 その検査のやれるところがやれないようなところがあるという認識があって、全部じゃないといいんだと、なくていいんだと、そういうことをまあやっていると書いてるということですね。で、でこれはですね、その寿命延長の問題は、今まで、この40年で最初民主党が作った時の案は原子炉は40年にしますということだったんですね。でところがいろいろこう巻き返しがあって、その時に検査をして、それにパスしたものは、まあ、厳格な検査をやってそれをパスしたものはさらに20年の延長を認めるというふうにまあなったわけです。で厳格な検査という中身がこれなわけですね。で、でその私はですね、そういう検査やって審査すると、だけども現在のですね、原子力村任せの審査や審議ではですね、全て、事業者から出される審査は全て罰するだろうというふうに思います。でさらに今回の規則は特別厳格のルールはそれを手助けしてるわけです。もう最初からもう検査しなくていいところを作ってると、まあ、そういうようなことでですね、非常にこう手抜かりといいますか、現実に妥協した、全ての原発をですね、パスさせるような、全ての老朽化した原発をパスさせるような、基準を作ろうとしているわけです。で、本当は40年でやめるというのは原則なんですよね。でそれに例外を設けたと。ところがですね、まあ例外のない規則はないっていう言葉がありますよね。ところがですね、これでいくと全てが例外になってしまうというか、例外しかない規則になるという、こ
こういうですね、とんでもないですね、ことを今やろうとしていると。で、規制委員会、まあ、活断層の話などで、また多少厳しいこともやってるので、期待している面もあったんですが、この安全基準、規制基準のことについては、今までの話も全てありましたように、非常に、事業者よりといいますか、現実の原子炉は全て動かそうという姿勢が、まあ、見え見えだということでですね、非常に大きな問題だと思います。老朽化原発についても同じだということを、ご説明させていただきました。ありがとうございました。そうですね、私たちが傍聴などを通じて感じるのもですね、現実に規則を合わせてしまっているというようなことかなと思っています。で、敦賀原発のその活断層の認定については非常にこう、ある意味期待を持たせる、原子力規制らしいことをしたって一瞬思って喜んだわけなんですが、ちなみに敦賀原発についてはですね、原子力安全保安委員時代からですね、かなりもうこれは誰が見ても活断層らしい活断層ということで、どうやらこの敦賀原発は、保安委員としてもこう、止める方向で行くのかなということを思わせるのを引き継いだということを考えればですね、ぜひ大井原発の、破砕帯あるいは評価会合なんかではですね、原子力規制委員会らしいその存在価値を示してほしいと私たちは考えております。それではですね、時間が押しておりまして、あと実は5分ほどしかないんですが、質疑に移りたいと思います。今までのその発表で質問ございましたら挙手をお願いいたします。じゃあお願いします。北区の田中と言います。ちょっとずれてる質問かわからないんですが、具体的にお聞きしたいんですけど、この前カリフォルニアの原発が廃炉になったんですが、蒸気発生器の欠陥の問題というのはどういうふうに見ればいいのか、このいわゆる規制基準から見てどうなのかっていうのをご存知でしたら教えてほしい。それから2つ目は浜岡の5号機みたいに塩をかぶったですね、ああいう原発についてはこういう基準から見るとどうなるのかっていうのを聞いたんですね。それから最後に東日本大震災で激しく揺さぶられた東海とか女川とか東通りとか、こういうやつっていうのはですね、基準から見るとどうなのかっていう、ちょっとその辺のところをお聞きしたいと。後藤です。全部はちょっとお答えできませんけど、アメリカの原発の件ですね、蒸気発生器の件は私も実はあんまり詳細なところしかないんですけども、新聞情報等を見ますとですね、三菱重工が作ったものですね、その設計し、それの欠陥が分かったということで、その重要なことは三菱重工が作っているプロセス、そこの設計なり現場ですね、そこのところの欠陥を認めて、それが問題としてクローズアップされて、それでいろいろその議論があって、結果としてそれを住民、反対派の住民の人と、電力会社が議論している中で NRC がそれに関与してどん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 時間が経った。その中で電力会社側が結果としては、これを早めにすると経済的なものだった、そんなふうに理解しています。そういうふうにしますと、やはり重要だというのはそういうプロセスがはっきり分かる、三菱重工の中で何が行われるかどうかって、それがすごく大きいんではないかというふうに私はその件で理解いたしました。他の福島 の震災といいますかね、それで受けて他の原発の話は田中美智子さんもよく発言されてるんですけど、被災原発、被災した原発だという理解ですね。そうすると、どれだけの損傷があるか分かりませんけど、一定のレベル以上の地震動を受けたものというのは当然、全部チェックする必要があるわけですね、検証、それがきちゃんとなされるのかと、そういう意味では重要だと思います。これ実はですね、私現役時代に地震が来た時に壊れるか壊れないかをとにかく設計基準地震動を超えるレベル、あるいはそのレベルになった時には検証が必要だろうと、
で、どうやって検証しようかっていうのを真面目にやってたんです。非常に難しい。地震の後に全部チェックしてね、じゃあこれがどっか傷んでないかどうかっていうのを目に見えればやればいいんですけど、例えばコンクリートの中に埋め込まれてるものってわからないでしょ。引っ張ってみないとわからないとか、あの笹が飛んでるじゃないけど、わからないんですよ。そうすると超音波でやってわかると怖いけど、超音波届かなかったら、そういう議論なんですよ。そうすると今日の井野さんの話の中にあったんですけど、その 100% じゃないのを何々検査するって、あれ実はですね、明らかにあの電力会社側とこれはできることとできないことを仕分けしといて、できることだけを挙げてるんです。できないことは言わないんですよ。我々メーカーにとってもそれできなかった、できないことに対しては言うと怒られちゃうんですよね。できないことって言うなと、できることだけ言う、まあ、そんなような、あの本当にそんな構造があるというのがちょっと気になります。以上です。はい、ありがとうございました。ですね、この間あの傍聴なんかをあの市民の会として、行ってきたんですが、今ちょっと後ろの方で受付なんかをされていますが、ちょっと一言あの、補足とか、あの最近の傍聴の成果なんかをちょっと一言言っていただく、時間がかかりそうだったら結構です。じゃあ、 あの木村さんお願いします。大川さんと一緒に見てきたんですけど、あの今日今の話で関係するのは、最後 の、 あの井野さんのお話ですけど、40年に対して20年延長についてですが、パブコミに対する評価がされまして、結局何の説明にもならないその回答を書いて、要するにもともと考えてた規制のその基準をそのまま再現するだけの回答、あ 何かというと、あの要求としてはもう延長してきたら多分40年と止めるべきだとか、あのそういう要求、あの我々の意見に対して全く答えになってない答えが書かれてた。でそれに対して、あ私は実は遅刻したんですが、小川さんとか何人かの方はあの、まあ、あの不規則発言で要求したんですけども、それはほとんど無視されてしまったという、そういう話がありました。ついでにちょっとあの補足的に申し上げる、はい、あの先ほどあの坂上さんのお話で基準地震動の話がありましたけど、私たちあの再稼働する全国ネットワークで、基準地震動についての交渉をこの前したんですが、そこでやはりあの活断層としてあの国が認定して調査していないところでもものすごいガラスが出ているというこの21世紀になってからですね、ということ、それから、基準、あ、まあ、先ほど柏崎刈原の問題も出ましたけど、そういう現実があったということははっきりとあの規制庁も認めています。でだけどそんな中でも、だけどそれは事業者に全部調査させるという前提であのこれから審査していくんだという、要するに事業者任せにしようとしていることも非常に大きな問題だと思います。以上です。すみません。はい、ありがとうございました。それではですね、ここであの前半の集会は終わりにしたいと思います。で5分ほど休憩を挟みまして、3時からあの規制庁との交渉が始まりますので、ぜひ皆さんあの5分後には席についていてください。であの今回あの規制庁の方はですね、技術基盤課の方、そして PWR 担当の安全規制管理官、そして大井原発の評価会合に絡めて、あの緊急にお願いしまして、その関係の方も来ていただきます。ということで5分後に皆さん席についていてください。